、花高校がきっかけだったということなんですね。そう、そう言いましょう、これから気をつけます、はい、こんな世界があるんだって。じゃあこのコンテストの中で、じゃあグランプリ欲しいなってやっとこう思い始めてきて、で今ここにこうして立てるのはすごく夢のようなことですし、また出会わない方々というか、出会いが多いたくさんの方に支えられながらこの仕事をやっていると思うので、自分の知らない自分を発見できる、そういう楽しみが本当にこの仕事にはたくさんあるなっていうふうに今は感じています。